立教大学って合格最低点が公開されてないんですよ。で、2300点で 100% 相当という。どちらも CSE スコアで2400オーバー持ってます。同じってこと、ね、同じなんです。なんだけど A 君は不合格で B 君は合格だったんです。86% 取った人が落ちてるっていう。今日法学部、経営学部、文学部。立教圏だったら、まず英語は満点から。本題始まりました、モテチャンネル。さあ、今回は、ヒラゼア。どうも、早稲田語学塾代表のヒラです。よろしくお願いします。はい、お願いします。森田先生。はい。本日はですね、立教大学に関する、ちょっとこうね、講義をね、してみようと思います。講義、はい、講義ですね、もうね。許さんぞー。違う。反対は同じじゃん。はい。というのも、まあ、立教大学に関するお問い合わせがすごく多いんですよね。はい、やっぱこう入試形態もね、2021年度入試からもうへんてこりんなものになりましたからね。文学部だけはね、従来通り受けられるんですけど、どうしても他の学部はね、全学部入試が5回あったりとかね、もう非常にね、こうタフな戦いを強いられるというかね、情報がないっていうタフさがあるんですよね。なので、まあ、ちょっとわかる範囲で、最新の2021年入試の受けた子たちのデータが来ましたので、それをもとにちょっとね、こうお話をね、できたらと思います。で、まずですね、立教大学の今回お話しするのは、この一般入試に絞った話をします。センター利用入試とかは違いますね。共通ですね。うん、そう。もう、いわゆる一般入試に絞った話をします。で、立教大学の今の一般入試は、まず、英語は共通テスト、もしくは、英語4技能試験で、スコアを出すっていうことなんですよね。そうですね。独自試験がない。独自試験がないんですね。で、あの、4技能試験に関しては、これはもうどうなってるかっていうと、いわゆる CSE スコアというものを共通テストの得点に換算しますよ、うん、ということがこう言われていて、はい、で、それ具体的にどういう風になってるかっていうと、まず CSE スコア2195点で 85% 相当であると。はいはいはい、うん、これはあの、2022年のこう立教大学の受験要項に書かれている、まあ、最新の情報になります。で、CSE2265 点で 95% 相当。で、2300点で 100% 相当というふうに、こういうふうに発表されています。なるほどね。うん、つまり、準一級受かれる、まあ、2300点で準一級合格だから、準一級持ってりゃ、もう、そういうことです。で、今回ですね、ちょっとこう、まあ、いつも通り成績開示のデータを持ってきましたので、ちょっとこちらご覧ください。森鉄チャンネルでね、以前ね、マーチのおすすめ学部なんかを話したときに、こう結構まあ、森鉄チャンネル見てるような方々は、語学に関する意識が高い方が多いんじゃないかということで、まあその時にもおすすめに出したと思うんですけど、立教の異文化コミュニケーション学部、異文化コミュニケーション学科。まあ今一番立教で最も人気がある学部の一つなんですけれども、こちら、A 君と B 君のデータをちょっと持ってきました。で、こちらね、すごく面白いのが、この二人、どちらも CSE スコアで2400オーバー持ってます。つまりは 100% 相当なんです。ですよね、共通テストが、うん、で国語と社会科の点数なんですけども A 君は200分の150点国語がで世界史が150分の125点で B 君は国語が200分の164点日本史が150分の111点これね足してもらったら分かるんですけど国語と社会の点数2人とも275点なんですよ同じってことね同じなんですなんだけど A 君は不合格で B 君は合格だったんですよね、うんうん、まあこういうことが起きるんですよねでこれなんでこういうことが起きるかっていうと立教大学の入試にはこう書かれてるんですね選択科目の違いで有利不利が生じないよう各科目の平均点を基準として均一化し相対的に評価する偏差値法を用いて得点処理をし合否判定を行ってます要はまあ早稲田大学でもよくある成績標準化を行いますよっていうことなんですよねなるほど、うん、つまり成績標準化が行われてそれのせいで A 君は不合格で B 君は受かったと。まあ多分世界史の平均点が高めだったんでしょうね。うん、これで点数が下げられてっていうことで結果的に不合格になったと思うんですよね。なるほど。得点の調整があったと。そういうことです。はい。で、となってきた時に A 君のこの数値で何が言えるかっていうと、まあとは言っても標準化があったとはいえ、そんなに B 君がこの点数で受かっている以上、べらぼうに差つけられて合格最低点と差つけられて不合格ってことではなくって、多分この辺が合格最低点とのいわゆるもう至近距離というか狭間だったんだろうなってことはある程度予想はされるんですよね。で、立教を受験する上でこう難しいものがあって、それが何かっていうと、立教大学って合格最低点が公開されてないんですよ。これはね、勉強しづらいですよ。うんうん、だってどれぐらい取ったら受かるのかなっていう目安が立たないの。うんうんうん、もう結論、受験生の皆さんはネットで検索とかして。
で、まあ多分いろんな人が自分の成績開示データとか上げてると思うんですけど、もうそれ見てなんとなく予測するしかないんですよね。なるほど。ただしそこにも合格最低点は書かれてなくって、合格か不合格かしか載ってないので、だから合格した人もその人ぶっちぎって合格してるかもしれないし、不合格だった人もぶっちぎって不合格かもしれないわけですよ。なので結論どのぐらいが合格なのかがいまいち分かりにくいっていうのがあるんですよね。なるほど、うん、じゃあその換算したものは分かんないわけなんですね。特にもうこの換算法は今年スタートなのでどうなるかっていうのが全然分かんないんですよ。なんでもしこの A 君 B 君英語が100点換算ってことで言うと、3科目合計の点数って 86% になるんですよ。100点っていうか満点、満点扱いで、英語満点扱いなんで、つまり550分のってことですね。 86% に及ぶ得点率になるんですよね。ってなってくると 86% 取った人が落ちてるっていう驚異のスコア、これはなかなか怖いっすよね。いや英語200点、200点ってことでしょ。そうそうそう、英語200点で換算した場合に、そういうことです。これ編集お願いします、うん、英語200点で、で、国語、シリが動き出した英語200点で、国語と世界史の合計が275点、550点満点で、この2人は 86% 取ってるってことになるんですよね。 86% で落っこちましたって、なかなか脅威じゃないですか。かなり高いですね、うん、マーチで 86%、 マジかっていうね。まあ立教の異文化確かに人気があるとはいえ、ちょっと戦いはタフすぎたかなという印象ですよね、うん、っていうようなのが皆さんにお見せしたいデータでした。ここからはですね、じゃあ立教大学、いわゆる合格最低点が先ほど申し上げたように公開されていない、なのでじゃあどれぐらい取ったら受かるんですかっていうところを、まあちょっとこううちの早稲田合格塾で成績開示のデータがいくらかありますんで、それをもとにある程度データ数が集まった学部に絞ってちょっとこう情報を公開したいと思います。おう、うん、結構貴重な話だとは思います。まずまあほぼ 100% 合格ラインとしてこう言えるのが、法学部、経営学部、文学部、この3つは7割強ですよ。おー、なるほど。7割強取ってればまず受かる。 75% までなくても受かるって感じですね。ただ10代の試験でですね、2020年までですね。次に社会学部、ここは8割弱ですね、うん、8割にちょっと満たないぐらい、 77、8% とか、これぐらい取れてるとまず合格だと思っています。で次に異文化コミュニケーションは、21年でいうと国語と世界史ではまあ 78.5% なんですけど、まあ、従来2020年までで言えば8割取ってたら合格です。ただしまあ今申し上げたように、これは2020年入試までのデータなので、2021年からいわゆる新しい入試形式になってるんで、あくまでも皆さんが過去問を解く上での目安にしてください。やっぱり入試形態が変わると結構いろいろ数字も変わってきますんで、ただ一方で入試形態が変わっても受験生は変わらないので、だから変わらない部分っていうのもやっぱりまあ多々あるんですよね、その意味では。だからまあ一つの目安として、まあ皆さんやっぱり当然過去問やると思うんですけれども、過去問やる時のこうまあ自分が取れてなきゃいけない数字の目安にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。であともう一個最後に注意しておきたいのは、立教大学は非常に1問あたりの配点が大きいです。特にこう早稲田目指している人からするとこうありえないぐらいの配点の大きさです。なのでちょっとミスが重なるとどん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 ってもう一気に1割2割下がっていっちゃうんですよね、得点がね。ただ問題自体の難易度は全然大したことないので、やっぱりもう着実にこう精度の高い勉強をして、得点力が積み重なっていけるようにしてください。まああとはそのね 100% かになっちゃうと CSE スコア、うん、そうですね、順位持ってるぐらいで 100% になっちゃうともう満点がいっぱい来ちゃいますね、うん、免除とは違いますからね。違います違います、免除ではなく満点換算なんで、まあ僕だったら確かに順位取りに行きたくなりますよね、これだとね。これだったら満点がいっぱい出てくるだろうなっていう感じなんで、うんうん、まあなんというか立教圏だったらまず英語は満点からみたいな、そういう感じになっちゃうね。本当そうですよね。ただまあ立教だいぶ受験しにくい大学になっちゃったなという印象、うん、正直僕が受験生だったら多分受けてないかなって気はする。ああなるほどね、うん、まあ順位はもう持っててスタートラインみたいなね、うん、そんな感じですので、ぜひ頑張って受けてみてください。はい、今回は早稲田合格塾の平さんに立教の情報について聞きました。はい、ありがとうございました。 Thank you for my watching.